はい、どうも皆さんこんにちは。今日はコスプレにも使える髪飾りを作っていこうと思うんですけれども、何を作るかというと、東方キャラのヨウムですね。ヨウムのリボン付きのカチューシャ、あの髪飾りを作っていきたいと思います。はい、使う材料はこちらです。まず黒い生地ですね。これ結構ね、今回は綿のちょっと薄めですね。かっちりしたリボンじゃないの、ふわっとさせたいので、少し薄めの黒い綿の生地を選んでみました。で、あとは白いフェルトですね。これはいつも100均で買ったやつです。で、あともう一つがこれカチューシャですね。色を合わせて黒にした方がいいと思うんですけれども、カチューシャ、これも100均で売ってて、ちょっと太めにはしてますね。とあとはまあ裁縫ですので、裁縫セットで、これまた白いラインをねボンドで作っていくので、この布用のボンド、これはいつも便利なので使ってるので、これは必要だと思います。じゃあこれで作っていきましょう。
はい、ということで今回は東方キャラのヨウムですね。ヨウムの髪飾りのリボンのカチューシャを作ってみました。じゃあ早速つけてみますね。もうつけるのは簡単でカチューシャを留めるだけですね。このリボン黒なんですけど、髪色がね確かシルバーとか銀色だったので、そのウィッグにだったら多分この黒もねすごい映えると思うんですけど、黒髪も黒だからあんまり目立たないですけれども、まあ形としてはこう少しね垂れ下がるみたいな形になったんで良かったんじゃないかと思います。結構薄い生地を使ったんですけども、振っても全然形がよれないというか、ピンと立ったままですね。多分ここにねラインをノリでつけてるからですね、これで結構しっかりとした感じになりましたね。こっちが表になりますね。ここに縫い目があるので重なりが前になる方、これを前にするようにつけるような形で最初作りました。前回のねルミアのリボンと同様に生地の量めっちゃ少ないですし、これも100均で買ったとかなんで、すごい安上がりに作れたと思います。はい、ということでこの動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。それでは